世界中のお子ちゃまの皆さん、こんにちは。生物観察の鬼です。このクーラーボックスの中にはスズメバチの巣が入っております。ヒロポンさんと二人でスズメバチの巣を取ってきたんですよ。ヒロポンさんが駆除の依頼を受けたんですけれども、その依頼のあった巣を取ってきまして、非常にいい状態で採取できたんですね。ちょっと行きますよ。あ、行け勝て行け。おー、来た。これがその採取してきた巣です。縦の長さ、長径がだいたい30センチちょいぐらいですか。横の単径がね、まあ、22、3センチぐらいの黄色スズメバチの巣ですね。表面に行きますね。あー、怒っとる怒っとる怒っとる。今冷やされてちょっと動きが鈍ってますけれどもね、これが黄色スズメバチですね。黄色スズメバチの巣を駆除してきたんですよ。この時期の黄色スズメバチの巣としてはそこまで大きくない。しかもね、これ結構ほぼ完全な形、巣を壊さずに取ることができたんですね。ここがね、接着面ですね。この面で建物の軒下にくっついてました。スズメバチの巣を取るときは袋かぶせてもぎ取って袋の中に巣を落とすんですけども、そうするとね、だいたい一番上の巣板とその周辺が張り付いたままちぎれて残っちゃうんですね。もげちゃうんですけれども、今回は一番上の巣板からしっかり取れまして、ほら、ほぼ完全な形で採取することができました。これせっかくなんで家で買います。買おうと思って、ね、もらってきました。これはスズメバチの巣飼育装置ですね。この飼育装置で去年は小型スズメバチの巣を買ってました。営巣が終わった後ずっとそのまま放置してるので、去年くっつけてた巣がまだ残ってます。この天板の部分、ここにあの取ってきた巣をくっつけます。巣の上の部分になんか板切れ貼り付けて、その板切れをあの天板にくくりつけて固定しようと思います。そのためにはしっかり巣を冷やしておかないと中からハチさん出てきますんでね。これ、冷蔵庫に入れて冷やします。クーラーボックスの中に氷をいっぱい入れて冷やしてたんですけれども、氷が溶けると冷却能力なくなりますからね。冷蔵庫の中でしっかり冷やして、この上に板切れ貼り付けて、その状態でまた冷蔵庫で冷やして、で木工ボンドが乾いたらこの巣を取り出して飼育装置くっつけます。急遽冷蔵庫の中を片付けました。これでしっかり冷やします。この板を切って使います。冷蔵庫の中だと狭くて作業がやりにくいので、一旦クーラーボックスに戻します。それではクーラーボックスの中で下から冷やしながらやっていきます。非常にこの袋を開けますよ。巾着になってるんですね、袋が。これね、ゴミ袋の裾を折り返して、その中に紐を通して自作しました。我々自作の巾着ですね。ちょっと鉢出てこんか。あー、おる。危ない。おー、寒くて動けないようですね。寒くて動けないと思うと可愛いですね。巣の入り口はこっちですね。こっち向きに入り口が開いております。なので入り口を正面に向けられるように、こんな感じで取り付けましょうかね。こんな感じで取り付けです。線の向きが入り口になるようにくっつけます。それでは木工ボンドをつけます。よし、こんな感じですかね。もうちょっと設置面積が狭いな。本当はね、乾くの時間かかるんでやりたくないんですけど、べったりボンドつけました。あ、オスバチが出てきました。ほら、この子オスです。ここはね、触っても刺されることはありません。男の子ですね。じゃあここにベタっといくよ。ベチャーっと、ゲイ、いい感じですね。この状態で冷蔵庫で冷やします。冷やして乾かす。こんな感じになりますね。じゃあこれで一晩沸かしましょう。飼育装置もね、前飼ってた時のまんまで、だいぶ壁面とか汚いんで、ちょっと洗います。あの古巣も除去しますね。すっからかんですね、古巣は。取れました。ボンドを乾かしている間、洗った飼育装置も乾かしますね。高橋さんが君たちにチャンネル登録しろと囁いている。おはようございます。固まったかな、ちゃんとくっついた。あ、ちゃんとくっついとる。いけるね。いいね。じゃあこれを飼育装置にセットします。飼育装置の下の部分は引き出しになっておりまして、ここで餌の交換とかができるようになってます。引き出し部分にキッチンペーパーを敷いて、これ餌皿を置きます。餌は昆虫ゼリーですね。大量に必要です。よく冷えてまちゅね。ではこれを設置していきます。
かり冷えてるんで、蜂さんまだ動けないとは思いますけど、まだ表面に蜂がついてて、もしかしたら刺されるかもしれないんで、ゴム手をして操作します。やっぱ安全第一ですからね。おー、しっかりくっついとるな。しっかりくっついてます。あー、残っとる。表面にいる子を除去しましょう。おー、危ないぞ。じゃあ、天板にかけます。天板にかけ、取れた。おー、取れた。の上部の穴から蜂さん出てきそうなんで、っていうかそこから出てますよ、ね、ちょっと。ギターをもう一回貼り付ける前に、穴塞いどかないと、これ設置するときにいっぱい蜂出てきて危ないんだよ。ほらほら、紙粘土で塞いでしまいます。ほら。あー、こっからも覗いてますね。よしよし。塞ごう。ついでに上の方に紙粘土を盛りまくりました。こうやってして、板との接地面積を増やすことによって、しっかり接着剤がつくようになりますからね。どうしても冷蔵庫では冷却甘くなりますので、クーラーボックスで氷詰めにして冷やしておきます。紙粘土も乾いてきたんで、板を取り付けます。板には段ボールを貼り付けました。この段ボールを介して、つけることで、段ボールの、ここがふにっと曲がりますよね。曲がってたわみますよね。たわむことで、紙粘土の部分と接する面積が大きくなるんですね。そうすると、落ちにくくなると思いますのでね。こうやってして、ガッと付けます。この入り口を、飼育装置の正面に向けられるように、こんな形で貼り付けます。木工ボンドだと乾くのにめっちゃ時間かかりそうなんで、瞬間接着剤使います。めっちゃ紙粘土を盛り付けたんで、もう瞬間接着剤使っても、下の巣板まで浸透していかないんですよね。だから安心して使うことができます。瞬間接着剤でもガッチガチにつけてしまいます。行くぜ。もう後戻りはできねえよ。うりゃ！よし。この状態でしばらく乾かします。つけたはいいんですけども、なんかこのまま持ち上げたらね、上の方だけもげてしまいそうなんですよ。針金で固定します。無理だわ。針金使います。加工しやすいアルミ製の針金を使います。さすがに紐とか糸だと噛み切られそうな気がするんでね。もうお手上げなんで、針金でがんじがらめに固定して、針金を天板にぶら下げます。しんない？よし。よし。よし。ああ。やっと固定できた。まあ、ブラブラしてますけども。なんとか曲がりなりに固定できましたね。あ、危ない。なかなか難しいですね。針金で固定するのもね、針金がほどけちゃったり、緩んだり、切れたりで、なかなかうまくいきませんが、これでかけます。これにかけます。いい感じですね。今度はいい感じよ。もう贅沢は言わん。これでいいやろ。これで勘弁してくれ。もう、限界です。これ以上綺麗にはね、到底つけることはできません。ういー。しんどい。川の裂け目から落ちてしまったんでしょうか。創設女王が落ちてました。創設女王はね、カテカで黒光りしてるんですよ。働き蜂がみんなして、女王蜂を舐めるものですから、毛がすり減ってね、なくなっちゃって、剥げてツルツルになってるんですね。入り口をまた取るか。取ったらいっぱい出てくるんじゃないの。蓋を取りましたが、地産は出てこないね。あ、やばい。出てくる。創設女王を巣に返してあげましょう。働き蜂が出てきましたね。危ない。危ねえ。やったー、やっと設置できたー。設置できました。あ、いっぱい出てきましたね。いっぱい出てきました。あの子オスですね。あの子もオスですね。あれもオスだ。結構オスバチがいますね。あれ新女王バチじゃないかな。あのでかいのブリブリやん。新女王じゃないの。もうね、オスバチと新女王バチが出てくる季節ですか。あー、交尾しようとしとる。ほら、交尾しようとしとる。お前ら兄弟だろう。同じママから生まれた兄弟なんですけど、交尾しようとしてましたね。落ちて離れちゃいましたけども。ほらほら、これ。新女王蜂だわ。働き蜂もまだたくさんいますね。うわぁ。巣を固定するにあたって、隔離していた働き蜂たちを戻してあげます。はい、いけ。これから徐々に体温が上昇してきますので、そうすると動けるようになって復活してきます。では、仕切り板を抜きまーす。ほら、隙間から蜂が結構出てくるんで、隙間にパッチを当ててストッパーで止めます。これで絶対に脱走できません。安全です。ふー、疲れました。これにて設置完了です。蜂さんたちが元気でブンブン飛び回ってますね。ブンブンで蜂が飛ぶ、お部屋のケースに蜂の巣置いたよ。ブンブンブン、蜂が飛ぶって感じですね。ブンブンしてますね。これが本当のブンブンハロー YouTube かもしれない。あー、なんか一匹、もふもふな子が覗いてますね。あれは羽化したってのオスバチかな。かわいいね、もふもふで。あー、いるちゅね。あー、巣の中一匹戻ってきました。あれオスっぽかった。あ、
また出てきました。オスがまた出てきましたね。なんか結構オスバチが出てきてるんで、もう巣も末期ですね。もう10月も下旬ですので、遅くともあと1月半ほどで営巣は終了になるはずです。あの時期はもうだいぶ幼虫が減ってきて、巣が空洞化し始めてる時期ですね。これから1月かあるいは1月半程度の短い期間ですけれども、この巣の様子を見守っていこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。最後にじゃんけんタイム。最初はブン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 、じゃんけんポン。グッバイ。